家の老朽化に伴い新たなマイホーム購入を夢見る沢見家の人々。しかし親子3世代が同居するこの一家、家族会議を開いたものの皆考えはバラバラのようで、お父さんもお母さんも本当に2人いないこれじゃあ拉致が開かないので一人ずつ考えを聞いてみましょう。悠々自適の年金生活を送るおじいちゃんおばあちゃん夫婦の理想のマイホームは、やっぱり私がばあちゃんと一緒に建てた家だからね、壊したくないんだよ。なんといっても家族の思い出がいっぱい詰まった家ですからね。じゃあどうするんですか。どうするって決まってるじゃない、リフォームリフォーム。三沢ホームさんに頼んだら見違えるようになるんですってよ。とおじいちゃんおばあちゃんが思い描いているのは三沢ホームのリフォーム。慣れ親しんだ我が家でいつまでも暮らしたい、外観はそのままで内装だけ快適にしたい、そんな我が家を生まれ変わらせるのが三沢ホームのリフォームです。まずお風呂をきちんとしてもらいたいということだったんですね。それと私の希望としてはその台所をちょっと広く明るくしていただきたいなと思って、私が津軽三味線をしてますので、その音がものすごい外に漏れるのが気になってたんですよね。担当の方のね、いろんなアドバイスを受けて本当に適切なアドバイスをいただいてよかったなと思いました。あとお風呂が快適にね、主人も喜んでいますし、それはもう何よりでした。はい、快適な暮らしをご提案する三沢ホームのリフォーム。住み慣れた家から新しい毎日が始まります。ねえ、リフォームするとお家の中も外も綺麗になるんでしょ。そうよ、ピッカピカになってゆめこちゃんが大人になっても住めるかもよ。へえ、じゃあおじいちゃんとおばあちゃんも一緒にリフォームすればいいのに。そうしたら元気で長生きできるじゃない。めいこはじいちゃんたちの体のことを考えてくれてるんだ。じゃあじいちゃんたちもリフォームしようかな。50年ぐらい長生きできるかな。50年したらおじいちゃん120歳だよ。すごい。